機体全部にボンネットを持つ、第1シリーズ、胴体保存されている、e、E428.058 号機、ブッソレーノ駅、2006年半流線型となった第2シリーズ、胴体保存されている、e、E428.202 号機、サンベンネデット駅、2014年、第2シリーズより、曲線的デザインとなった第3シリーズの E428.226 号機、リミニ駅、 2004年にイタリア国鉄 E428 電気機関車はイタリアのイタリア国鉄で使用されていた本線用電気機関車である。1930年代から1990年代まで運用された。1890年代以降欧州で広まった鉄道の電化においてイタリア王国では北部を中心に三小交流による電化が進められており、三照 AC3000V15Hz や3小、AC3600V16 に 3Hz が使用されて1930年代半ばまでに約 2000km が3小交流で電化されていた。しかしながら2本の河川を配置する3小、交流電化は駅構内等において配線が複雑になるため、1921年には新しい電化方式として高圧、 商用周波数3小交流の 10KV45Hz と並行してアメリカなどで事例のあった直流 3000V での電化が使用されている。その後、1926年から28年に最初に直流 3000V で電化されたナポリフォッチャ専用として1926年に E625 が発注されて、 複数の電気品及び機械品メーカーによる試作機越し14機が製造され、1927年から試験運行が、1928年から定期運行が開始されている。この結果を受け、以後は直流3000ボルトによる電化が進められ、代用する貨物、都市ローカル列車用、高速旅客列車用、重量旅客、高速貨物列車用、軽量旅客列車用の、 各電気機関車が用意されることとなった。これら一連の電気機関車は E625、E626、e、に引き続き、近代イタリア鉄道の祖とされる技術者のジュゼッペピアンキにより開発が進められ、それぞれ目的に合致した性能を確保する一方で、メンテナンスの容易化及び費用低減を図るため、設計及び部品の共通化が進められることとなった。 この開発は2時にわたって実施され、実際の製造に至らなかった1928から29年の第1次設計では以下のような機種が計画されていた。その後さらに具体化された第2次設計が行われ、これにより本校で記述する E428 を含む以下の機種が計画、生産されている。E428 は、 この計画により1934年から1943年にかけて計242機が生産された重量旅客高速貨物列車用の大型機であり、形式名の4は同軸数、2は台車数、8は主電動機数を表している。本形式は1930年に製造されていた E326 の実績も反映して1932から33年に設計され、主電動機の回転数を、当時の直流直巻清流子電動機の整流が安定する最大回転数であった 1350rpm に抑えながら、設計要求最高速度の時速 150km を確保するための体型の動輪を有しつつ、固定軸距の短縮を図るため、 第一次設計では2度にとされていた、車軸配置をとしていることが特徴となっており、また、主電動機に E326 と同一で E626 とも一部部品が共通のものを採用し、電気品や補機類も共通のものを多く搭載していることももう一つの特徴となっている。駆動装置についても E326 と同じ。 ウエスティングハウス式クイル駆動を採用している。この方式は、レッジュベルクルトデアルプスを超えるベルン・レッジュベルク、シンプロン鉄道が27パーミルで550トンを時速50キロメートルで牽引できる当時、世界最強の電気機関車として1926から31年に導入した BE6-8K201 から204号機など、当時の欧州でも各国において、 実績のあった方式であった。本形式は1934年に運行を開始しているが、いくつかの要改善事項はあったものの良好な運用実績であったため、当初予定されていた重量旅客、高速貨物列車用の運用に加え、軌道への大圧の大きさや、牽引力不足と空転の多発により想定通りの性能を発揮できなかった e に代わって、 高速旅客列車の牽引にも使用されることとなり、その後数字にわたり増備されている。まず、E626 や E326 と、類似デザインのボンネット付け車体を持つ一時、製造分と、これと、ほぼ同型の車体を持ち、主制御装置やブレーキ及び、台車の改良を行った二次製造分を合わせて第1シリーズとされている。次に、三時製造分として、 高速走行時の空気抵抗の低減と、運転室の拡大や前方視界の確保などの環境整備を図るために、車体前頭部を反流線型とした車体を持ち、電気品の改良も行われた機体が増備されており、これが第2シリーズ、さらに空力特性を向上させた流線型の車体を持ち、軸重移動装置を装備する4次製造分が第3シリーズとされており、 このうちアンサイドが製造した最終の18機については最高速度を時速 150km とするため歯車比の変更がなされている。なお、4次製造分は80機が発注されているが、第二次世界大戦の影響により39機のみの製造にとどまっている。各機体の製造時数と形式基盤と製造年、製造は以下の通りブレでアンサルド、レジアン、 フィアット、ティブが担当している。また、3 0 0 0ト電化当初の E625 試作機は、アメリカ、スイス、イギリスのメーカー製の電気品を搭載していたが、本形式は、機械部分、電気部分ともに、イタリア製となっており、レジアント、フィアットが製造した機体の電気品は、エルコレ・マレリーが供給している。本形式は1958年に、 E646 が使用されるようになるまでは、イタリア国鉄で最も出力の高い電気機関車であり、様々な列車を牽引し、1956年のイタリア A が鉄道員でも使用されるなどイタリアを代表する電気機関車となっていた。その間、高速運転への対応、軸重の不足や制御装置制御段数の不足による、 トルク変動の大きさに起因する空転の抑制、核部摩耗の防止を目的として、適宜改造を重ねている。優先系の第3シリーズの機体である E428.226 号機の先頭部、先代車は更新された、溶接構造の AP1110、同輪スポーク部に見える駆動装置は改良された、防振ゴムを用いたもの1973年当時の、 E428.007 号機、ビミニ駅、ピエトラルサ国立鉄道博物館に生態保存される E428.209 号機、1999年。ありがとうございます。